長井公園は大阪府大阪市東住吉区にある都市公園。公園区域のみで単独の外区長井公園を形成する。1928年5月29日に大阪市が住吉区東長井町の一帯66.12ヘクタールを林南寺公園として造営計画を決定。ちなみに林南寺は東長井町に存在した総当州の寺院で 現在も園内の一角に寺院が存在する。1934年に長井公園に開装後、1944年4月1日に開園した。太平洋戦争後の1948年には園内に市営競馬場として大阪競馬場が開場、1950年には市営競輪場として大阪中央競輪場が開場した。しかし、 大阪競馬場は会場から11年後の1959年に閉場。大阪中央競輪場もその3年後の1962年に閉場した。その後長井公園は本格的な運動公園としての整備を開始。競輪場後に長井陸上競技場が完成したのを皮切りに複数のスポーツ施設、文化施設が整備され、1993年の長井、 第2陸上競技場の完成をもって整備完了となった。2009年から2021年までは公園内の施設全体の指定管理者制度が導入され、2009年度から2015年度までは大阪市スポーツ緑振興協会水野三菱電機ビルテクノサービスで構成される長い公園スポーツ緑振興グループが2016年度から2020年度は セレッソ、大阪スポーツクラブ、大阪スポーツ緑財団、NTT ファシリティーズ、関西ユニベール、新興スポーツ、森田スポーツサービス、タイムズ24で構成される、長井公園スポーツの森プロジェクトグループが管理運営を行った。2021年度の契約更新にあたっては、長井公園全体を含む旧施設を対象として、指定管理に加え、 2017年に改正された都市公園法で可能となった自己資金による既存施設改修、新規施設設置等を行う魅力向上事業を一体的に手掛ける事業者を募集。6グループから応募があり、選定の結果、ワクワク、パーククリエイトを代表企業都市、政令公算、ヤンマーホールディングス、大阪スポーツ緑財団、タイムズ24、 大阪ユースホステル協会の経6団体で構成されるワクワクパークプロジェクトチームが選定された。指定期間は2021年4月1日から20年間。なお、長井球技場はベッドセレッソ大阪スポーツクラブによる指定管理が行われている。長井相撲場。ありがとうございます。